今回は上を行います。上述ですね。回し突きをやります。これは足を左右入れ替えながら上を回して下腹部あたりをつくという動きですね。ちょっとやってみましょう。軸足になるべく体重を預けないようにして動いてますので、いわゆるその居ついた動き、こうね、こういうトントンと急いでやっても、こうこれは普通にこう軸足ね、軸足でトンと出ますので、そうしないように下げて出して下げて出すんですね。下げて出して下げて出す。そうすると下げると体が自然に前に倒れそうになると進んでいきますので、その推進力を使ってもう後がない余裕がないというね、ああああっていう感じですので、ね、まあそのいわゆる浮き身がかかってる、足がね地についてない状態というのは緊急事態でありますから、浮き身がかかってる状態、まあそれを稽古するのにこの杖を使って今回しながらついていくという動きをやってます。でもう一つが今度は横打ちですね。回しての横打ちをやります。これも足を入れ替えながら、これはさっきよりちょっと複雑で、足を前後入れ替えて、入れ替えた刹那にこの左足をこちらに入れて、膝頭をこっちに向けてるんですね。そうすると体ってこっちに倒れやすくなりますから、スッとこれを使って倒れないようにもう一回足を戻すんですね。それでスッとこっちに入っていきます。これを使ってで、もう一つ、今度は回しての、すくい上げるようにっていう動きですね。これは足は同様に浮き身で入れ替えながら、すんでスッこっちに入っていきます。もう一回いきますね。これは足を入れ替えた瞬間にこの右足をスッとこっちに入れて、今度はこっちですね。スッと入れてこっちに足の裏を向けるようにして、膝頭をこっちに出すと体はこっちに倒れますから、それを利用してこちらに移動して、相手の小手の高さを下からスッと打っていく、そういう動きになります。はい、まあこれで浮き身の稽古と足の差し替えと、それらを杖とともに一致させて動くという稽古法ですね。はい、今回は以上です。